はい、今回はね、平安保中なのでリチャードソン・ジェイスさんたちを突撃していきたいと思います。ちょっと階段を登っていくとね、多分上の方にいるんですね。いましたね。すごくね、豪快に遊んでいます。よかったっすね。あの広々とした家でよかったっすね、君たち。あの廊下で遊べてよかったっすね。ちょっと電気切れますか。よいしょ。どうですか、楽しいですか？まあ、この子たちね、まだ前、まあ、前回の動画とか、まあ、毎回言ってるんですけど、まだ赤ちゃんなので、ちょっとね、外で遊ばせることができないので、こんな感じで、平安保させています。ちょっと下の子、ちょっと心配ですね。ちょっと下の子を見に行きましょう。下の子が、ずっと今ね、ここに隠れてるんですよね。隠れ家に、いましたね。隠れ家に隠れています。いや、よかったよかった。まあ、いつもね、まあ、このゲージで飼っているんですけど、まあ、この中じゃね、ちょっと狭いので、まあ、たまにはね、こうやって、たまにはとか、まあ、遊ばせた方がいいのかなと。ストレス溜まっちゃうからね、狭いとこにいても。よかったっすね。こっちはね、シェル君なんですよね。こっちオスなんですけど、ちょっと臆病なんですよね。臆病なんで、ちょっと下潜ってます。で、2階にいるのが、活発なね、ルチルちゃんですね。ルチルちゃんと申します。ほら。早いな、降りるの。もう、逃げるように降りていきましたね。逃げるように。もう階段の上り下り、本当にうまいな。まだね、今日初めてなんですよ。この階段の上り下りさせたの。だけど、もうなんかマスターしちゃってますね。さすが運動神経いいな。ということで、これからもね、なんか俺が息上がっちゃった。リチャードソン・ジェイスさんのね、動画をどんどん上げていきたいなと思いますので、お前逃げるな。俺のこと嫌いなのか。チャンネル登録の方お願いいたします。